後で書こう。こんばんは皆さん、こんばんは。ピンク亀尾さん、決勝ありがとう。今日まだボブじゃないのかって。ボブじゃないよ。今日も暑い？今日はめっちゃ朝寒かったんですけど、寒いねって書いたやん。でもなんかお昼とかは暑かった。うん。りょうさん、こんばんは。嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。ピンク亀尾さん、くまちゃん、ありがとう。冬のお飾りくまちゃん、飾り付けのくまちゃんですよねこれ。わさぴさん、くまちゃんありがとう。リボンくまちゃんか、ありがとう。まちゃさん、キラキラありがとう。やすさん、 I love you、 ありがとう。そうすいさん、くまちゃんありがとう。今日も配信前から飲んでしまってて申し訳ない。全然お供に見てください。ファンスは登録したい。お、ありがとうございます。ぶっちゃん、ハートありがとう。やす1983さん、これ初めて見たよ。なんだ、次は金のオブジェ、ありがとう、嬉しい。ぶっちゃん、ハートありがとう。半袖はよく似合いますねって、寒さを忘れる。お、いい言葉、いいお言葉。あ、そうだそうだ、ファンスファーをね始めさせていただいたので、なんだっけ、お手紙やプレゼントを、これさ、URL 貼れてるかな私。受け取れるようになりましたって書いておいた方がいいよねきっと。よし、これで OK かな。ぶっちゃん、 I love you、 ありがとう。どんえさん、ウィンターくまちゃん、イケメンくまちゃんありがとう。雪だるまつくろうもありがとう。情報技術研さん、ハートありがとう。ぶっちゃん、 I love you、 ありがとう。ファンスは簡単だったでしょって、なんか思ったよりもさ、すぐにアカウント私でも作れたので、そう、何、アカウント作ったりするの苦手だよって方も作りやすいと思います。うんうんうん、すごいね。たくさん教えてくださってありがとうございました。皆さん無事作れましたので、そう、ツイッターでもインスタグラムの方も今日ストーリーで、そう、昨日はちょっと夜遅くなっちゃったから、インスタでは今日投稿しようと思って今日伝えさせていただきました。うん、浩平さん、 I love you、 ありがとう。シノン、ハートありがとうね、嬉しい。もっと I love you に気持ち込めて呼んでもらってね、どっちで読めばいいか分からんってよね。ちょっとシノン、ハートありがとう。すぐできるって、すぐできるって、あ、すぐ作れるってこと。アカウントすぐ作れます。うん、数分で作れると思う。うん、Google か Twitter のアカウント X のアカウントがあれば作れるかな。じっくりと登録するので2年ほどお待ちください。面白い。うんうんうん、どっちってって、I love you、 I love you って呼ぶのと I love you って呼ぶのとどっちが正しいのかなと思って、うん、それだけ。トメさん、ハートありがとう。今日はね、バッチメイクしてたんですけど、しちゃったけど、お家に帰ってきてすぐメイクを全部落としちゃったのでメイクしてないです。そう、リップだけ塗った。ちゃんと気持ち込めて言わないと伝わんないよって。
あ、イントネーション違う、イントネーションじゃない、イントネーションじゃない、あの読み方の問題、うん、読み方の問題、そんな感じ。ソラノンに、ソラノンがより気持ちがこもってる方が正解。気持ちがこもってるか、こもってるでしょ、いつも。こもってない？こもってるよ。目をキラキラさせて I love you 言わないって、だからそのさ、読み方の問題よ。うん、そういうこと。メイクしてると綺麗やけど、すっぴんやと可愛い感じ。あ、ほんと？嬉しい。メイクしなくても可愛いから、ありがとう。国曜さん、ミンタークマちゃん、イケメンクマちゃん、ありがとう。このクマちゃん可愛いよね、水色のなんかアレンジされてる冬に、うん、今日髪の毛、あ、ツーブロにした、見たい見たい、ほんまに嬉しいって、ほんまに嬉しい、ほんまに嬉しい、嬉しいって何がある、あ、そういうこと、すっぴんのこと嬉しいよ、うん、うん、やっほーみんな、今日はね、そう、今日さ、あの私ツイッターも投稿したっちゃけど、ツイッターにさ、ツイッターじゃないや、 X か、 X にさ、みんなに突っ込まれて曜日に気づきました。今日はあの、え、今日本気でさ、え、本気で今日土曜日と思ってルンルンに過ごしてたから、今日日曜日って知ってびっくりした、うん、でも日曜日ですね、考えてみたら明日4日だもん。ドマさん、サンタさんとソリありがとう、嬉しい。ストラドレイタさん、ハートありがとう。よく見たら青いクマさん、おしゃれな髪型してるなって。そう、めっちゃおしゃれだよね、前髪が特に、うん、なんか何曜日でも楽しんでだってありがとう。いや驚いた、めっちゃ驚いた、うん。シュガキさん、キラキラありがとう。まごころさん、雪だるまつくろう、ありがとう。仕事中だったけどスルーできなくて土曜日に反応してしまったって。そう、突っ込んでくれたもんね。そう、でもあのコメントで誰も突っ込んでくれんやったら気づかんやったかもしれん、うん。でもあの明日4日っていう数字見たら月曜日って絶対わかるので、そうそう、明日予定あるから月曜日って分かるっちゃけど、にしても今日は土曜日って思ってた。え、本当に本当にさ、あのあれ何時にあげたっけ、何時にあげました、あの動画、あの動画あげた時間まで私は土曜日だと思ってたよ今日、うん今日土曜日だよね、今日日曜日らしいですうん、お疲れ様、んごーディアス1983さん、久しぶり。なんかコメントが久しぶりな気がする、うん。泊まり勤務しちゃうと曜日感覚なくなります、あー、ありそうそれ、うん。みんなサロンの保護者、そう、みんなコメントしないで配信で突っ込むのもありだったかな、うん、教えてくれてありがとう、そう救われました、うん、本気で。え、なんでやっちゃうね、今日ね土曜日って感じだった、うん、今日は土曜日の気分でした私はね。みんな日曜日だったんですね。ねえ、ちょ待ってよ、待って、みんな天然じゃないです、そんな、違います、ただの勘違い。兄あんまりコメントしないからねって、あのさ、あれだよね、あのタイプ違いますよね、そう、なんかお兄ちゃんの方が恥ずかしがり屋さんって感じ、うん、可愛いんだよね。
私なんて書類が書き間違えたかと思って確認しちゃったよねごめんねごめん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 でもよかったよ、うん、ちゃんと合ってたね。だってさ、間違っちゃったら全部書き直しやろ、大変。宮崎との時差、あ、あるかも、あるかもね、あるかもしれない。え、なんでなんでやっちゃうのね。今日ね、土曜日って感じやった。うん、え、でも未だにまだちょっとなんか日曜日感ないですね。うん、日曜日感ないかも。え、 A 型と O 型、どっちが A 型、どっちが A 型、待って、当てるわ。え、待って、どっち、ドマさんが O、 どっちかな。あ、サロンとの実は、あ、そうかもしんない。よく間違えるよね。え、よく間違えん、よくは間違えん、よくは間違えんけどさ、たまにね、うん、間違えます。でも次の日になったら分かってますよ、その日がたまたまね。私は A で、あ、え、逆、え、 A 型の方がさ、じゃあさ、積極的ってこと、そういうこと。 O 型は控えめ、なんか逆、なんか逆って感じするイメージ。大型さんの方が、そうやっちゃう。血液型で考えたらさ、なんかその感じ、逆の感じせん。たまにねの意味して、たまにねはたまにねでしょ時々でしょ、時々たまにねって、うん、時々ね、うん、たまに、たまにじゃない、まれに、まあ、とても、いや、とてもじゃない、あの、ね、めっちゃたまに、めっちゃたまに、めっちゃつけときましょう、うん、兄弟さの配信見るとかなんかいいですね。わかる、みんなもさ兄弟で見てよみんなもさ兄弟で見よう兄弟いる、みんな、みんなおる、兄弟で見てる方どんぐらいおるっちゃろうか。でも私が知ってる限りは、うん、ドモさんとヤス1983さんだけやけど、でもなんか夫婦で見てくださってるとかはいますね。嬉しいよね。とか、なんかお友達と、とか兄弟ね、嬉しいよね。ヒロくん、ヒロくんってヒロくんかな、コメントよくしてくれるヒロくんかな。お疲れ様ご。サーノのたまには普通の、いつも違う、ユージャリじゃないの、違います。たまに、たまにはたまにです、めちゃくちゃたまに、めちゃくちゃたまに、いつもの方じゃなくて。そう、ナンさん I love you、 ありがとう。お仕事休憩取れた？弟おるけど絶対見ないだろうな。え、タイプ違う？弟どういうタイプ？国陽さんはショールームのお兄さんです。あ、ショールームでのね。うん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 。そういうのも嬉しいね。HKT も兄弟で見に行くこともあるので、あ、いいね。そういうのいいね。あ、私とお兄ちゃんみたいな感じね。うん、私もともとお兄ちゃんが AKB 好きだったんで、うん、あと1時間お仕事か、頑張って一人っ子ね、一人っ子。うん、このルームってさ、この私のファンの方って兄弟おる方、一人っ子どれが多いっちゃろうね。弟はめっちゃお酒飲みます。え、弟はめっちゃ飲むけど、わさっぴさんは弱い。わさっぴさんってさ、お酒弱いよね、弱いって言ったよね。でもめっちゃ強そうなイメージ。今日もスクショだけもらって、待って、今日はね、ちょっとね、目がね、ちょっとね、なんかさっきからね、おかしいんだ。だからまあちょっと遠目で
1枚だけにしよう。うん、待って、なんか今日、うん、待って、ダメ、何がいいかな。うん、なしでなしで、今日はなしでなしで、今日本当にさ、なんかさ、さっきから目がおかしいんですよ。弟いますけど、弟おる？連れてきて。3人兄弟？みんな、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 みんなアイドル好き？なんて聞こうと思ったんやろ。ごへいさん、ハートありがとう。私は全く飲みませんって。全く飲まんか、そっか。めっちゃ飲みそうやけどね。自分は飲み足りないっていつも飲んでんもんね。 OK って、ごめんね、ナンさん、頑張ってお仕事。レイの坊主なら可愛く撮れます？撮れません、今日は。きっと本当は4人兄弟の長男。え、すごい、4人兄弟って多くない？俺だけ、トメさんだけか、そっか。トメさん何番目？僕は4杯サワーぐらいなら飲めるね。割と強くない？強いね。私は全然まだあんまりですね。3人兄弟の真ん中ですって。お姉ちゃん、あ、お姉ちゃんはなんかよく聞く。え、弟もおるっちゃ、しのって真ん中、真ん中なんや。なんかさ、意外と聞いたことないよね、みんなのそういう兄弟の話。うん、サーノンがどうしてもというなら少しぐらい。え、待って待って、それでめっちゃ酔っ払っちゃったら困っちゃうからダメ。うん、困るもん。うん、めっちゃ激弱だったら本当に。兄弟で HKT 行ったので、うん、楓ちゃんが兄弟やんって言われたのが先月の出来事。かわいい、楓ちゃんだっけこれ。全員男の子の長男？すごい、すごいね。男3人の一番上、強そう、強そう、強そう。一番強い？どう？トメさん仲いい？みんなと。てかみんなさ、兄弟と仲いいですか？スパークリングワイン3瓶開けることも。スパークリングワインってなん？ワイン？酔っ払ったサラノの、酔っ払ったらサラノの肩を貸してください。はい、どうぞ。年末になるとお酒たくさん飲む。あ、年末になるとそういう気分ね。仲いい。おお、強くはない。今はいい。あ、昔はやっぱ男の子やとね、まあ、喧嘩とかするよね。あ、待って、いぶきちゃんか、ごめん。なんか楓ちゃん卒業したよなって思ってさ。いぶきちゃんか、ごめんなさい、全然違った。いぶきちゃんね、石橋ゆび、いやーん、いぶきちゃんね、あのセンターのね。私いぶきちゃんもね、あのオーディションの時にね、あれでしたよ。うん、しゅんせいさん、だるまさん、ありがとう。ほぼ会うことないので喧嘩もしないです。会うことないっちゃ。待って、ラサピさんは誰と誰がおるって言ったっけ。弟？お兄ちゃん。しゅんせいさん、メロディありがとう。キラキラもありがとね。しのさん、今度飲みます？やって約束が始まっちゃった。あ、弟か、弟ね。え、待って、めっちゃ似てそう、弟。どう？
弟か、弟がいるってことね。サッピさんお兄ちゃん、お兄ちゃんお兄ちゃん優しそう、とっても、うん、弟あったわ。大型連休で帰省した時に会うくらい。あ、アンマーワン？やっぱ大人になると、大人になるにつれてあれですかね、住む場所だったりも違うんですかね、住んでる都道府県だったり。弟と声が似てますって、え、声が似てる、面白い。似てるっていう人もいるし、似てないっていう人も、あー、絶対似てるね。それは似ちゃうわ、うん、なんか想像できる、うん、なんか想像できるもんな。弟は今兵庫にいます。あ、やっぱ関西？兄弟は他人の始まり、血を分けても難しいよ。あー、まあね、気合う合わんはね、きっとあるよね。俊生さん、メロディーありがとう。兄弟似てるって言われる。え、顔が？顔？お顔？お顔がってこと？え、待って待って待って、お顔は、え、待って、お顔はさ、なんかさ、雰囲気じゃない？雰囲気、雰囲気じゃない？お顔はなんか似て、似てはないかも。うん、雰囲気やない？違う？トモさんとヤス1983さん、うん、私がいない間弟は私の車に乗り放題です。ラッキーやんそれ、弟なんかわさびさんが船降りてきた瞬間になんかシュンってなってそう。しゅんせいさん、決勝ありがとう。みんな神戸に住んでて、うん、お兄ちゃんだけ違う、違うんだ。あ、違う市に住んでるってこと。なるほど。あれ、髪染めたって、うん、髪染めちゃらんよ、緑のお洋服やからかな、なんやろ。あ、元日公演いいね。お母さん子ね、僕のやりたいことをやらせてもらう感じ。うーん、いいね。あ、そういうこと？元日公演当てたから家族と過ごせるってことね。なんかちょっと寂しいね、それもそれで。お姉ちゃんは近くに住んでます。なんかお姉ちゃんとよく会ってるイメージあるしの、うん、なんかお姉ちゃんの赤ちゃんの話とかよくしてるもんね。うん、はあ、トゥン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 トゥ懐かしいってなったって、去年行ってたよねって、あ、去年行った、去年行ったよ、うん、でもね、去年はね、雨だった、ちょっと、うん、サロンはお兄ちゃんに似てるって。お兄ちゃん似てないです。なんかさ、まずさ、あの、女の子と男の子はあんま似らんくない？どう？女の子と男の子の兄弟、あんまりいらんくない？てか全員似てないと思う、私、うん、私が思うに全員似ちゃらんと思う。似てるって思ったことないかも。あ、似てるとすればまつげの長さが似てます、うん、まつげのに、まつげの長さはね、めっちゃ似てるわ。みんな長いですね。はにまるさん、だるまさん、ありがとう。仲めっちゃいいです、めっちゃいいです。通常はサロンを送迎するので、自分がめっちゃ酔っ
った時はサーマの肩を借りします。たくさん送り迎えしてな。じゃうん、おみじも似てないの。おみじも似てないですね。おみじもね、確かにちょらん気がする。うん、待って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 。でもね、私ちゃんと多分ちゃんとね見たことあんまないんですよね。てか会ったことはないんですよね、そもそも。うん、サーノの髪を短くしたらお兄ちゃんにそっくりとか。ないよ、ない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 。うん、待って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 、ちょっと勝手なこと言ってるかも。待って、おみじの、待って待って、待って、おみじのさ、双子の、待って待って待って、名前言いそうになっちゃった。あんまりね、多分あんまり見たことないんですよね。いや、実際には絶対会ったことなくって、写真で、ね、見たことあるようなないような。うん、でもなんか似てないイメージ、見たことあるかないかもちょっと危うくなってきたけど、うん、多分一回はあると思うよ、写真とか。ソースイさん、雪だるま作ろう、ありがとう。私の会社の社長の髪を伸ばすと娘になるそうです。会社の社長の髪を伸ばすと娘になるそうで。いや、でもサーマンそんなことないです。私は髪を切ってもお兄ちゃんには似ませんよ、別に。うん、昨日みたいなあれにはなりませんよ。まつげの長さはマジで似てると思うね。でもなんならお兄ちゃんの方が長いぐらい、羨ましいぐらいに長いんですよ。と半分ぐらい切って付け足したいぐらい長いんですよ。そう、冷蔵庫やお酒取りに行ってきます。いってらっしゃい。飲みすぎにはご注意。今何杯目？髪ショートです。うん、そんなこと一言も言ってないそんなこと一言も言っちゃらん。うん、昨日からね、うん、でもなんか昨日の配信でちょっと髪切りたくなりました。でも、うん、でもまだ切りませんよ。うん、最近髪を大切にしてるので、特にね、冷蔵庫、そう、冷凍庫って読みそうだった。冷蔵庫、そう、お酒って見て、あ、パッと読みしそうやったわと思って。ご飯粒さん、ありがとう、来てくれて。一番下の甥っ子とくら寿司から帰ってきました。お帰りなさい。いつもなんか甥っ子くんの面倒見てて偉い。明日は学校休みだからそのままお泊まりに行って。いいね、可愛いんだろうな。昨日もう一押しだったのに。うん、そんなこともないよガタくんさん、そらのんてやっほー、ありがとうございます。あ、似合うと思うのに、あ、切ってほしい派ですか？夕方から飲んでるので、ハイボール500ミリ。待って、6缶、すごっ。ベロンベロンかな。さんまさん、こんばんは。面倒見ようかって、大丈夫です配信を見に来てくださいご飯粒さん、決勝ありがとう、嬉しい。絶対に似合うと思う、本気。ごっちゃん、 I love you、 ありがとう。まだ全然、じゃあめっちゃ強いですね。それかめっちゃ時間空いてるか。ごっちゃん、パートありがとう。確かに5、6、30、3リットル。3リットルってさ、毎日飲むさ、飲まないといけないお水の量みたいな量より多くない？めっちゃ 3リットルもお酒飲めるんだ。水も3リットル飲まなきゃ。じゃあ
なんか私はお酒飲むとき飲んだ分と同じ量のお水を飲むようにするんですよ。そうするとなんか頭痛くなったりせんなって自分の中で思うから、そう3リットル飲みましょう。水きついねでもなんかでも強いっちゃろうな。うん、だってまだ酔ってないんやろ。すごい。お酒って利尿作用があるか。あ、確かにお酒飲むとね近くなるよね。その上お水飲むとね、そうだよね。ね、違う、待ってください。ねえ、私がさ3リットルお酒飲んだみたいなさ設定になってるやん。私さ飲んで 3杯3杯って言ってもこれぐらいを3杯しか飲んだことないので、あ違う、総帥さんの場合ね、総帥さんが今日3リットル飲んだって言ったから、じゃあお水3リットル飲まんとねっていう話。みんなそういうことよ。みんなそう、私飲めませんよ6リットルなんてそう、私だったらそうするよってこと。飲みすぎて頭痛い時はまた飲めば治ると職場の人たちは言ってます。治らん治らん治らん、頭痛くなるわ。そしたらもっと飲むと頭痛くなる派なんて。え、なんか痛くなったことがある。うん、飲むと、飲んで、なんかね、強いお酒だとね、そうね、あ、私の場合はお友達と飲みに行った時にちゃんぽんしちゃって、あの、そう1杯目がシャンディガフ飲んで、で、次のお店でカルアミルクをね、飲んだんですよ。したらなんか、カルアミルクがなんか酔いが回りやすいらしくて、でなんかちゃんぽんもちゃんぽんをあんま知らなくて、そうちゃんぽんしちゃって、そうだから反省した、その日は。だってさ3杯でさ、その日めっちゃ頭痛くなったんですよ。頭割れそうなぐらい、初めての二日酔いしたぐらい。そう、トカチンさん決勝ありがとうそうそう、だから水を飲むのめっちゃ大切にしてます。サノがめっちゃ飲む人に見えて飲みません。ちゃんぽんは違うよ、長崎名物だよ、分かってるわうん、さあなんかお酒の種類によるうん、でもなんか数杯飲んでも全然痛くならない日もあるから、そういう日はちゃんとお水が飲めてる日。確かにさ、そのさめっちゃ頭がガンガンに痛くなって割れそうなくらい痛くなって、次の日一回だけ二日酔いしたことあるんですけど、その日はその飲んだ日は確かにお水が飲めてなかった。お水飲めちゃらんやったなって思って、そう最後らへんでめっちゃお水を飲むようになったけど、その多分カルアミルクを飲むときにお水がなかったね。それが悪かった。そうそうそう。私の分もたくさん飲んでください。え、飲めません。やっぱり焼酎派って。なんかね、最近焼酎がちょっとだけ飲めるようになった。って言ってもまだ2回しか飲んだことないっちゃけど、そう、まあでもまだあんまり美味しさにはあんまり気づけてないかもしれんけど、そう、帯杉と黒霧島はまあちょっとだけなら飲めるけど、強くないから全然量は飲めません。そう、なんかそれこそね、この間お友達としんゆちゃんと飲んだ時に
その日はそう一杯しか飲まなかったんですよ、お互いに。そうで、黒霧島のお茶割りみたいな、ウーロン割り、なんかお茶割りがなくてウーロン割りになったっちゃけど、ウーロン割り頼むのなんか濃くてさ、そうね、言ったよ。でも水をもらった話したよね。したら全然頭痛くなんなかった。カルーアミルク意外と強いもんね。そうめっちゃ強いですよね。そうあれ強いんですよ。しかもその飲んだお店がめっちゃなんか濃く出てくるお店、なんかミルクの量がめっちゃ少ないのにカルーアミルクが多くってみたいな。もうあれはダメでしたね。めっちゃね、なんかちっちゃかったんですよ、入れ物が。そうそう、でもせっかくさ、焼酎有名なんで、黒霧島とか茜霧島とか帯杉とか小引きブルーとかめっちゃ有名やから飲めるようになりたいね、もっと美味しく。そうカラミルクはね、ジュースみたいで美味しいんですよ。カフェオレみたいな感覚でね。でも危ないドリンク。私はロックが好きです。ウーロン茶のロックかわいい。ロックね、かっこよくロックって言ってるけどね、面白い。うん、たくさん英語が来てる、みんなわかる？ありがとうございます。ハロー、 My name is Sara Noemi, Nice to meet you。どこの方だろう。焼酎はロックが一番。待って、ロックさ、だって濃くないですか？濃くないですかね。こんばんは。職場の人たちと飲むときは自分と同じ飲み方するなよって言って飲みますって。ああ、そうね、そうね、そうね、偉いかも偉いかも。日本語もギリギリなのに英語なってって。そんなことないよ。僕はだいたいウイスキーロックで飲む。ウイスキーさー、飲みづらくない？サーノン、ウイスキーダメかも。サーノンならロックでお水をチェイサーにすれば。ロックでお水をチェイサーに、チェイサーって何ですか？ギャレスさん、ハートありがとう。あ、そうなんですね。なるほど。ありがとう。お酒の限界を知ってから飲んでない。あー。ウイスキーもロックが最高。へえ。チェイサーってお水？お水ってチェイサーって言うんですか？かっこよ。熱燗ね。熱燗が美味しい季節になりました。いや、お酒はさ、冷たい方が良くないですか？ちょっとあったかいお酒は無理かも。飲めない、飲めんかもしれん、うん、飲めん気がする。あったかいお酒、うん、トカチンさん I love you、 ありがとう。スコッチねえ、スコッチってなに？ダジャレじゃん。カラーミルクとか、カラーミルク美味しいよね。でも危ない、本当にあれ頭痛くなっちゃった、うん、でもめっちゃ美味しいよね。ね、航空杯ってさ、コーラとさハイボールやんか。でもさ、待って、航空杯じゃない、ハイボールってさ飲みづらくない？さ、もうちょっと一回飲んだんですけど飲みづらかったイメージ。
で混ぜたら変わるっちゃろか、そういう航空杯とかさ、ウーロン杯とかにしたら。それって酒飲みが言う言葉やで。何が、あ、冷たい方がいいってこと？冬は焼酎お湯割りじゃないとって。いや、お湯割り飲んだことないからね。そう、スコッチウイスキー。へえ、何スコッチウイスキーって。熱燗と、何これ、温燗。何温燗、温燗って何。酒は、あ、そうね、酒は冷たい方がいいですよ。うん、だってあったかいの飲んだことないしね、まず。私一番飲んで3杯しかまだ飲んだことないんで。しかも3杯飲むときもぬる燗って言うん、ありがとう。あの3杯飲んだときもね、めっちゃ時間かけて3杯なので、そう、5時半ぐらいから12時ぐらいまででとか、そんな感じやから、それで3杯ぐらいしか飲めないので。なんかさ、まだ怖いんですよ、いっぱい飲むのが。そう、いっぱい飲んでさ、自分がどうなっちゃうか分かんないやん。だからなんか自分がちゃんと記憶があって、記憶が残って、かつなんか頭が痛くなるのがどうしても許せなくて、めっちゃ辛いから頭痛くなるの。そう、頭ガンガン叩かれたよね。なんかさ、私普段偏頭痛ないんですよ。偏頭痛とかないからこそ、頭痛くなるともう耐えきれないの。あの本当に風邪ひいた時とかしか頭痛くならないから、とか、うん、めちゃたまにとかしかないからさ、結構辛いんですよ。だからそういうのが嫌なので、まあみんな嫌だろうけど、そう、なんかね、頭痛くなりたくないので気をつけてます。そう、あと自分がどうなっちゃうかがまだ分かってないっていうね、あんまり。いやでも、まあ眠くはなるかな。あと顔は赤くなる。うん、宮崎やとスコール杯とかヨーグルト杯じゃないと、聞いたことないな。美味しそう、美味しそうね、確かに。待って、そうや、待って、スコール杯とかヨーグルト杯聞いたことないとか言っちゃったけど、聞いたことある、ごめんなさい。スコール杯美味しい、スコール杯美味しいよ。スコール杯、待って、あれハイボールなのかな、違うな、スコール杯じゃない、スコールのサワーかな、ハイボールじゃないかもしんないけど、あのスコールのさ、売ってるんですよ、カンカンで。あれは美味しい、あれは美味しいね。あ、ヒューガラツサワー美味しい、ヒューガラツサワー私めっちゃ好きです。うん、ごめん、なんかごめん、アサプさん否定しちゃったけどさ、あのヨーグルトは聞いたことないけど、スコールはあの売ってるわ、美味しい。赤くなったサラダみたい。え、なんでよ、赤くなったら可愛くないじゃん。マンゴー杯あるね、ヒューガルチサワーね、マジで飲んでほしい、お酒好きの方ならね。ヒューガルチサワー美味しいわね。真心さん I love you、 ありがとう。なんかセブンイレブン限定かなんかでね、ヒューガルチサワーあるっちゃけど、それがめっちゃ美味しいです。うん、飲んでみて。なんかでも飲んでみてって言っても、私まだ1回か2回くらいしか飲んだことないんですけど。サワーのレモンサワー好きでしょって。あ、レモンサワーは別に好きやないけど、最近なんか飲めるようになったかも。最近って言ってもそんな私お酒飲まないですけどね、数ヶ月に1回、あの親友ちゃんと、あのお酒が飲める親友ちゃんと遊ぶときに飲むくらいだけど。うん、
なんかさ、半年前じゃないな、なんか一時期さあったじゃないですか、私が毎晩あの一杯ずつ練習してますみたいな時あったやん。最近全然してないので全然飲まないです。お家でも全然飲まない。そう、まだだからあんま飲んだことないですよね、多分。そうね、まあ数えれば数えれるぐらいって感じ。サーモン酔ったら周りの人をバシバシ叩いて、そんなそんなことないですどうなるっちゃろうね。サーノイベントの時にサーノって名前のカクテル作って乾杯とかどうかな。え、めっちゃいいねそれ、楽しそう。サーエンさんが日向夏沢出してなかったっけ。サーエンさんやったかな、覚えちょらんけどね。日向夏沢ありそうね。家族は飲まないんでしたっけ。そう、あのマミは飲めるんですけど、そうでもね、パパもね、パパはね、あのあれですね、あんま飲まなくて、飲めなくて、でもあの数種類限られたやつを1年に数回飲むって感じなので、あの普段は飲まないです、みんな、私の家族。そう、おじいちゃんがねお酒大好き。そう、おじいちゃんが大好きで、多分マミとパパは普段飲まないので、あのお酒をうちで別に飲む習慣はないですね。うん、そう、毎晩お酒で乾杯するよみたいな。なんかさ、毎晩さ、あのお仕事から帰ってきたらビールは開けるのが趣味ですみたいな感じではないね。そう、食卓に必ずあのビールが並ぶみたいなのはないです。うん、レッドアイってお酒知ってる？わかんない。スミノフとかならわかる。うん、記憶なくしたことないですか？ないですね、ないないない、怖いもん。記憶のなくすとか怖くない？怖いです、私記憶なくすまで飲めないですね、まだ。多分めっちゃ警戒心もあるんやと思う、うん、私の性格上。やっぱさ、ね、お店で飲んだりすると怖いじゃん、いくら親友ちゃんと一緒にいてもさ。記憶のなくすのは怖いな。おじいさんに一緒に飲もうって言ったらめちゃくちゃ喜んでくれる。確かにね、そうだよね、見たいよ。記憶残すのはね、危ないよね。そう、危ないんですよ。しゅんせいさん、メロディーありがとう。そうだが、記憶をなくすことだけはしないように気をつけようって思うけど、でもなんかさ、お酒がねめっちゃ飲める親友ちゃんがいるんですけど、いるっちゃけど、なんかその子はなんかやっぱ限界知ってみた方がいいとか言うね。飲める子はね、飲める人はやっぱいますね、自分の限界一回知った方がいいみたいな。でもなんか怖いよね一回でさ、アルコール中毒とかなんないかな、大丈夫かな。いっぱい飲むのが怖いんですよね、いっぱい。まだね、職場の人はしょっちゅう記憶なくしたりお財布なくしたりしてます。あ、そういうの嫌だな。ホテル用意するから宴会場で思いっきり飲んでみよう。ああ、そういうこと、そういうのがいいよね、そういうのがいいね、確かに。あのホテルの敷地内の中でみたいなやったらね、安心かもね。お部屋にもう全部貴重品とか置いていってからのとかだったらね、うん、なんかなくしたりとかないもんね、物なくしたりとか。うん、レッドアイっていうビールをトマトジュースで割ったお酒、
なんかトマトジュースで割るやつあるね。でも分かりません、私レッドアイって言っちゃう。お酒は酔ってないと思って歩いてたら気分悪くなって、うん、あるよね。体質もあるから無理しないの。うん、ありがとう。こんばんは、ひでりんごさん、久しぶり。そう、お酒の話してた。そうなの。まあね、でも、記憶なくすのは怖くない？記憶なくしたことある？みんな、なんかなくしたりしたことある？ものとか。サーモンファンの人たちで飲んでみたいって。飲んでみてよ。コンビニに ミニバーとか少し気になる。コンビニにミニバー、コンビニに ミニバーって何何何何、そういうとこがあるってこと？ある？怖いな。たくさん飲んだお酒の CM でも。あー、それね、せっかくね、有名だもんね。そうなんだよね。ある？最近どうなったん？一部分だけ記憶なくしたことある。そういうのってさ、どういう感覚なんですか？次の日になったら、昨日あそこにいたけど、あそこの何時から何時まで記憶がないみたいな、そんな感じ？コンビニでお酒が飲める、そんなサービスあるの？記憶をなくしてから飲んでない。あ、トラウマね。絶対私もトラウマになる、絶対。そんな記憶なくしたら、だって怖いやん。だってさ、真実教えてくれんかもよ、一緒にいた子。自分が何喋ってたかとかさ、怖くない？だって止めらんないんでしょ、そういうのって。自分で止めようって思っても。飲んでも基本家に帰ってるので大丈夫か。本当にすごいよね。めっちゃすごいと思う。途中から覚えてない、怖くなりません？それ、お酒は飲まんけど都合の悪いことはすぐ記憶をなくす。面白い。いい、でもあの人生楽しそう、うん。女の子危ない。いや、そうなんですよ。まあ男性も危ないですよ、もちろん。でも女の子さ、危ないやん普通に。そう、危ないじゃん。学生の時友達酔いつぶれて新宿駅のホームで寝込んでたら財布すられた。絶対嫌だ、そういうの絶対嫌だ。なんかさ、嫌だよね、お金取られるとか。ありえない、うん。タクシー乗って家に着いたけど、お金払ったか覚えてなくて、タクシー会社に問い合わせて電話入れたことはある。逆にさ、なんか私そういう心配じゃなくて、タクシー乗った場合やったら、あ、まあその心配もあるか。なんかお金を大量に取られてそうって思っちゃいそう、うん。酔ってるから、そうそうそう、信用できる人と飲む、本当にそう思う。でも私信用できる人と以外飲んだことないですよ。まだそう、親友ちゃんとしか飲んだことないしね。まだそうね、私3人ぐらいとしか飲んだことないですね。そう、3人親友ちゃんとしか飲んだことない。あの外では、うん、あとはお家。人生とても楽しく過ごして、本当にそう思うよ。うん、サーノはカルピにしか酔った姿見せなさそうって。え、まずさ、サーノさ酔ったことないんで、あのそうやってなんかさ、あの顔が赤くなるとか頭が痛くなるくらいはあるけど、眠くなるとかはあるけど、まず酔ったことないからね、そういうの分かんない、うん。酒は飲んでも飲まれるな、大人とは自分に酒量量を知ること、うん、大事だね。そうね、
財布はズボンにチェーンつないでおくと大丈夫。あー確かに。めっちゃ遠回りされて高い料金、そう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 、めっちゃ遠回りされて高い料金を払うか、めっちゃ多めの金額を請求されるか、わざと。そういうのありそうじゃない？絶対あるって、絶対ある。この人酔ってるからお金取れそうみたいなさ、ありそうじゃない？そういうの。なんかそのちょっとめっちゃさめっちゃタクシーの運転手さんに申し訳ないけどさ、なんかさそういうのあるじゃん。だってさタクシーってさ、あの遠回りしようと思えばいくらでもできるじゃないですか。しかもなんか運転手さんによってさ走る道全然違うやん。そうだから、そうありそう、めっちゃ取られそう酔ってたら。うん、まあ酔ってタクシーに乗ったことがないのであれですけど、うん、いやタクシー当たり外れあるよ、絶対ある。うん、まああと運転手さんの経験にもよるか。信用してなさすぎ本当にそれな本当にそれなですねいやみんなあの疑いから入るの結構大事ですよ。騙されますよいつか、本当に本当に何事もあの信用しすぎるといつか騙されるんで、私は、まあ、常に警戒心持って行動してます。多分、うん、割とタクシー遅くなれば3割増しとか、そう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 、深夜料金もあるからね。そうよ東京とかめっちゃ深夜料金ありません？割増し、割高みたいな。お酒で酔いたくないけどサロンの魅力には酔いたいねっていいこと言うね。うん、あまり知らない港に行って普通の倍くらいタクシー料金払うのあるあるですなんでよ、うん、そう、バスも深夜料金や、え、バスって深夜料金とかあるんですか？へえすご、そもそも深夜にバス走ってないしな。うん、深夜料金、いや多分あると思うよ、多分あると思うけどさ、そんなし深夜にあのタクシー乗る機会がないんで、うん、なんかさ東京とかだったらさよくあのお仕事でタクシーに乗ってたので、そうあの夜遅い時とかさ、あのいつもよりそう割高な時あったから、それでわかるけど、そう結構違いますよね。うん、知らない土地で乗ると遠回りされる。いやそう、知らん町やったらさあの口出しもできないじゃん。そう、ここ曲がった方が近くないですかとか言えんやん。そういうのなんか損するよねきっと。そうそう、あ宮崎のタクシー呼ばないと来ない。そうそうそう、そもそもね呼ばないと来ないです。東京はさ「へいタクシー」って感じでさ、これ手あげたらさ止まってくれるじゃんそう、まあ通れば手あ通ったら、まあ、手あげたら止まってくれますけど、もちろんこっちでも。でもあのそもそもタクシーそう呼ばないと来ないので、そうタクシーはそうね捕まえるのが大変ですね。東京は簡単だけど遠征時にたまにタクシー使うけど、駅からキャリー持って乗ると、うん、持って乗ると地元の人だと思われなくて高い料金請求する。やっぱね損するんですよ。そうだよね、
やだよね、なんか。船の、そうなんや。船に関わってるって気づかれると、そうなんや。船員、これは遠回りされるって最悪。ほいほいさん、ありがとう。だるまさん、21時のお知らせありがとう。そこで道走ると安いだろうというと、割引してきますって。ああ、やっぱね、やっぱ言わんとやってくれないみたいなありますよね。なんか言わないとやっぱ損だよ、そういうのって。いや、旅行とか旅行先でだからタクシーとかあんま乗りたくないもんね。あんま乗りたくない。まあお仕事の時とかだったらさ、お仕事の時よく乗ってたけど、仕事の時はさ、マネージャーさんが予約してくださって、それに乗るって感じやから、まあね、全然あれですけど、でもさ、自分で知らない街で乗るってなったらさ、なんかさ、ね、損してそう、めちゃくちゃ。翼欲しいさん、久しぶり、ありがとう。ね、乗りたくないよね、絶対損してますよ。だって道知らんもん、全然。よく行く港なら、そこの道路からこう行ってとか言うと普通の料金。ああ、やっぱね、大事だね。道し、やっぱさ、道知ってる知らないって大きいね。そういうタクシーとかそういう公共交通機関とか使うなら特に。旅行先でその土地のバスに乗るのが楽しい。バスか。なんかさ、私鹿児島かな、鹿児島行った時にさ、バスに乗ったんですよ。あのさ、運転が荒すぎてめっちゃびっくりした。めっちゃびっくりした。本当にびっくりしました。なんか座る前に出発するんですよ。いや、その時だけやったかもしれんけど、その運転手さんがとか、その運転手さんのみかもしれんけど、私が乗って、お友達と乗ったバス、そう、乗るやん、乗車するやんか、乗車した途端ドアが閉まって動き出すんですよ。めっちゃびっくりした。そう、なんかさ、宮崎で乗るときはちゃんと座ってから動くので、動いてくれるからなんかさ、運転の荒さにびっくりした。そう、座るのを待たなかったんですよ。そうそうそう、まあ運転手さんによるかもしれんけどね。そう、めっちゃすごい荒いって思って。長崎のバスも同じようなことある。あ、やっぱ地域による、そういうのってどうやっちゃろ。もう私は一回びっくりしましたね。大阪の運転あれ、バスに、沖縄バス遅れるからねって。沖縄沖縄ってバスいっぱい来るのかななんか ゆったり時間流れてそうやもんね。そんな時はバス会社に苦情。いや、もうさ、苦情言ってる暇ないよね。だって何、旅行っていうかさ、友達と来てるんやもん。そう、もうだって遊ぶ時間なくなっちゃうじゃん。そうそう、全然そんな言わないですけど、すごいって思って。
お友達もめっちゃびっくりしてましたよ、その時は。そう、うん、沖縄昼間から飲んでるイメージ。昼間から酒豪多いんですかね。大阪の人はせっかち、あ、せっかちそう、うん、みんな急いでそう。そうそう、なんかさ、旅行とかで行ってさ、なんかね、せっかく観光できてんのにさ、余計な時間使いたくないじゃないですか。そう、うん、そう、たまたま、そう、たまたまよろしくないドライバーさんだったと思います。そう思ってる、うん、大阪のおっちゃんも、おっちゃんかな、昼間からお酒飲んでるよ。へえ。免許取り立ての時大阪市内とか阪神高速走ってたから怖いものはないって、すごっ。あ、沖縄の人はお酒強いイメージ。強いっちゃ、やっぱさ、九州ってお酒強いじゃないね。ね。おっちゃんね。お酒ね、私も強くなりたいです。これなんて読むの？青森イコール沖縄。お酒の名前？あー、高知ね。高知も確かにお酒なんか有名そう。うん、有名？なんかもうお酒って言ったらあっちは宮崎県しか浮かばないので。そう。でも焼酎有名なんで、うん、芋焼酎。みんな飲んだことある？黒霧島とか茜霧島とか小引きブルーとか帯杉とか。沖縄でお酒飲んだ後の締めはステーキ。何？アグー？泡盛、度数が高い。40度、やっぱ高っ。めっちゃ高いやん。40度やばいね。40度やばい。高すぎる。40度はもうよい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 やね。霧島飲み屋で飲みますよって嬉しい。お酒大好きな方は宮崎のお酒飲んでくださいね。アグーは豚やでって。もうアグーしか出てこんやった。ステーキ、うん。じゃあそろそろランキング読もうか。みんな、ステーキは牛やでって。そっか、ステーキ牛ですね。いや、なんかさ、お肉って聞いたらもうなんか沖縄イコールアグーって感じ。うん、今来たばっかり。そんなこともない。じゃあランキング読んじゃうよ、みんな。そろそろね。13位は真心さん、ありがとうございます。12位はピンク亀尾さん、ありがとうございます。11位はごっちゃん、ありがとうございます。10位はしゅんせいさん、ありがとうございます。9位はナンさん、ありがとうございます。8位はソウスイさん、ありがとうございます。7位はぶっちゃん、ありがとうございます。またお二人配信してね。なんだこれは、あ、違うやつかな。6位はトカチンさん、ありがとうございます。5位はご飯粒さん、ありがとうございます。4位は国陽さん、ありがとうございます。3位はワイザップさん、ありがとうございます。2位はどまさん、ありがとうございます。そして1位はやす1983さんでした。ありがとうございました。
肉が送れるなら神戸ビーフ送るんやけど、食べてみたいわ。ダメだもんね。そうね、チルドと冷凍がダメでしたもんね。もう少しでフォロワー500、1000人目指しましょう。そうだ、みんな、あの20、間違えた。5日から、明後日の5日からニュージェネレーションのあのやつが始まるので、皆さん応援よろしくお願いします。食べ物は禁止？ううん、食べ物はね、多分禁止じゃないです。あのファンスパーさんのね、サイトを調べていただいたら、送れるもの送れないものがあの分かるんですけど、分かるっちゃ書いてあるっちゃけど、なんか放送されてたらなんか OK だった気がする。ちょっともう今一度皆さん読んでいただけたら嬉しいです。あの検品ありの方でお願いします。お菓子 OK やって、お菓子は OK らしい。冷凍と冷蔵ものがダメでしたよね、確か。確かそうだった気がする。20、そう、あやく間違えるとこだった。ニックネーム直すの忘れてた、ぶっちゃんありがとう。そう、冷凍と冷蔵、うん、がダメ。それ以外なら、そう、今まで食べ物も送れなかったけど、そう、食べ物はちゃんと包装されてて、そう、開いてない状態の、あの新品の状態のちゃんと包装されてる安全な状態だったら、そう、送れるみたいなので、皆さんぜひ、あのファンスパーさんはアカウントがないとできないので、そう、もし送りたいよって方がいらっしゃったら、あのアカウントをまず、そう、簡単に作れちゃうので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あの、ね、多分金額ってことでしょ。金額も設定多分ないよね。今まではさ、あの1万円っていう規定があったじゃないですか。でも多分ないと思う。これもでもちょっと詳しい方いるかな、よく確認しておきます。ぜひぜひ。明日もいる配信、明日は明るい時間帯かな。明日は、そうですね、多分お昼か夕方ぐらいまでにも配信するかな。そうですね、どっちかか、それかもう夜遅いか、どれか。この時間帯はないですかね。8時から、あの7時からとか8時からとかはしないかも。夜もしするなら遅いかも。まあでも12時とかにできたらいいなとは思ってますね。あ、金額指定はありませんよ。だって金額指定ないそうです。なので皆さんご安心を。夕方希望、なるほど、夕方希望か。何時にしようかな。まあまあまあ考えてみますね。あのとりあえずファンルームに時間はお伝えするので、明日の配信時間はあの見れる見れない教えてください。うん、できる時でいいですよって、優しい、やすさん、ありがとうございます。今日は一日休みだったので京都に紅葉見に行ってきました。いいね、いいな、京都に紅葉、私も行きたかった。また教えてください。あのファンルームの方で教えますね。なので皆さん、あのファンルーム皆さん返事してくれたら嬉しいので、あのもっともっと活発的に返事してください。そう、見れるよとか、お仕事だよとか言ってください。
紅葉に行くのは紅葉ねえちょっとファンルームって誰です？もういつも返信してくれてるやんかそのままでいてくださいね、うん、ってことで皆さん今日も配信見てくださってありがとうございました。じゃあここにテロップにも書いてるんですけど、皆さんぜひファンスファーのファンスファーさん始めさせていただいたの始めさせていただいて、そうあのこの数ヶ月って言っても卒業してからそう受け取れなかったそうあのファンの皆さんからそうご質問いただいてたそうお手紙やプレゼントの送り先をねあのが決まりましたので、そう皆さんぜひチェックしてくださると嬉しいです。さらっと返されてしまってそんなこともないじゃあ皆さんじゃんけんしていきましょう。せーの、そらのじゃんけんじゃんけんブン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 、みんなありがとうございました。さんは今日はもうめちゃくちゃ眠いです。なのでお風呂に入って寝たいと思います。そう今日はね早起きしてお出かけしたので眠い。みんなも明日からまた月曜日ね、一週間大変やけどみんな頑張ってね、お仕事学校。これから一杯飲むの？飲みませんよ、飲みません。明日も3時起き。待って10、11、12、12、13、もう6時間後には起きなきゃ。大変、ちゃんと寝て。じゃあ皆さん今日も見てくださってありがとうございました。それではおやすみなさい。今日はストーリーとツイッターの方も投稿したので、皆さんあのコメントとかしてくれたら嬉しいなって思います。うん、そう12月になって一気にねぐぐぐっと寒くなってきたので、みんな暖かくして寝てね。それではおやすみなさい。みんなありがとう。今日もバイバーイ。みんなありがとう。めっちゃ目がさトローンってしてますよね。トローンってしてるよね。寝ますね。おやすみなさい。おやすみ。みんなありがとう。バイバーイ。あ、今日は日曜日。あ、今日は日曜日。そう、今日は日曜日ね。ありがとう。